問題3、発話表現。音声を聞きながらイラストを見て、その場面に一番いい表現を選ぶ問題。会話の前に場面や状況設定が示され、それにふさわしい言い方や表現を答える問題です。 N5 では決まった挨拶、人に頼む表現、人を誘ったり誘いを断ったりする表現、許可を求める表現のほか、具体的な場所や時間を聞く表現などが出題されると考えられます。These are questions where you have to choose the correct phrase or expression to match the scene and setting that is shown before each conversation. On the N5 test, we can assume that it will test set greetings, expressions for making requests, expressions for invitation, expressions for declining an invitation, expressions for asking permission, as well as expressions to ask about concrete places and times.問題。絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番。夜、隣の家の人に会いました。何と言いますか？ 1. こんにちは。 2. こんばんは。 3. おやすみなさい。答えは2番、こんばんは。2番、友達のノートを借りたいです。何と言いますか？ 1. ノート貸してくださいませんか？ 2. ノート貸しませんか？ 3. ノートを貸す、いいですか？答えは1番、ノート貸してくださいませんか？3番、寒いです。何と言いますか？ 1. 窓を閉めたいです。2. 窓を閉めてください。3. 窓が閉まります。答えは2番、窓を閉めてください。4番、友達の本をなくしました。何と言いますか？ 1. 失礼でした。 2. ごちそうさま。 3. ごめんなさい。答えは3番、ごめんなさい。5番、友達のお母さんに初めて会いました。何と言いますか？ 1. こちらこそ、凛と申します。
2. はじめまして、凛と申します。 3. ただいま、凛と申します。答えは2番、はじめまして、凛と申します。6番、友達と散歩に行きたいです。何と言いますか？1. 散歩に行きましょう。 2. 散歩に行くでしょう。 3. 散歩に行かないでしょう。答えは1番、散歩に行きましょう。7番、友達の辞書を借りて返します。何と言いますか？1. 辞書さようなら。 2. 辞書どうぞよろしく。 3. 辞書どうもありがとう。答えは3番、辞書ありがとう。8番、コーヒーをもう飲みたくありません。何と言いますか？1. たくさんください。 2. 結構です。 3. 違います。答えは2番、結構です。9番、朝友達に会いました。何と言いますか？1. おはよう。 2. こんにちは。 3. よろしく。答えは1番、おはよう。10番、机の上をきれいにしたいです。何と言いますか？1. 机に物を置かないでください。 2. 机に物を置かないでしょう。 3. 机に物を置きませんでした。正解1番、机に物を置かないでください。11番、ご飯を全部食べました。何と言いますか？1. いただきます。 2. ごめんください。 3. ごちそうさまでした。答えは3番、ごちそうさまでした。12番、授業が終わって帰ります。何と言いますか？1. 先生さようなら。 2. 先生いらっしゃいませ。 3. 先生ごめんなさい。答えは1番、先生さようなら。13番、エレベーターが開きました。何と言いますか？1. 待ってください。 2. はじめまして。 3. お先にどうぞ。答えは3番、お先にどうぞ。14番、バスが学校前に行くか聞きたいです。何と言いますか？1. 学校前に泊まりますか？2. 学校前になりますか？ 3. 学校前でおりますか？答え1番、学校前に泊まりますか？15番、会社で仕事をして帰ります。何と言いますか？1. ではお元気で。 2. お帰りなさい。 3. 失礼します。
答えは3番、失礼します。16番、友達と映画を見たいです、何と言いますか。1、映画一緒に見ませんでした。2、映画一緒に見ませんか。3、映画一緒に見るでしょう。答えは2番、映画一緒に見ませんか。17番、喫茶店でお店の人に紅茶を頼みます、何と言いますか。1、紅茶お願いします。2、紅茶ありがとう。3、紅茶ごちそうさまでした。答えは1番、紅茶お願いします。18番、トイレに行きたいです、何と言いますか。1、トイレはどこですか。2、トイレをくださいませんか。3、トイレが欲しいです。答えは1番、トイレはどこですか。19番、次の電車の時間を知りたいです、何と言いますか。1、次の電車はいくらですか。2、次の電車は何分に来ますか。3、次の電車はどちらですか。答えは2番、次の電車は何分に来ますか。20番、子供がうるさいです、何と言いますか。1、静かにしたいですか。2、静かにしないでください。3、静かにしてください。答えは3番、静かにしてください。問題4、即時応答。短い問いかけに対し一番いい答えを選ぶ問題。問いかけに対してどのように答えるのがいいのか、一番ふさわしいものを選ぶ問題です。どのような場面や状況なのかを瞬時につかむ力が求められます。 N5 では決まった場面で使われる挨拶のほか、使われる場面によって違う意味になる言葉について、聞き間違いやすい言葉などが多く出題されると考えられます。相手がどういう気持ちで何を聞いているのか聞き取れるように練習しましょう。These are questions where you are suddenly asked a question and you must choose the most suitable answer. These questions ask for an instant grasp of the situation and scene. On the N5 test, you can expect several questions that ask which specific greetings should be used, in which specific places, as well as words that change their meaning depending on the scene in which they are used, and words that are easily misunderstood. You need to practice listening for what the other person is feeling
and asking. A などがありません。文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、伊藤さんはまだいますか？1、そこにありましたよ。2、早く帰りたいですね。3、もう帰りましたよ。答えは3番、もう帰りましたよ。2番、花は全部でいくらですか？1、500冊です。2、500円です。3、500本です。答えは2番、500円です。3番、どちらへ旅行に行きますか？1、京都です。2、楽しかったです。3、こちらにどうぞ。答えは1番、京都です。4番、行ってきます。1、いただきます。2、ただいま。3、いってらっしゃい。答えは3番、いってらっしゃい。5番、昨日料理をしているとき、ナイフで手を切りました。1、大変でしたね。2、おいしいですね。3、もう痛くありません。答えは1番、大変でしたね。6番、どんなペンがいいですか？1、3本ありますよ。2、黒くて太いのをください。3、いいえ、困ります。答えは2番、黒くて太いのをください。7番、このお菓子おいしいですよ、どうぞ。1、ではあのお菓子をください。2、つまらないものですね。3、ありがとうございます。答えは3番、ありがとうございます。8番、自転車貸してください。 1A、 まだ半分ありますよ。 2、 いいですよ、どうぞ。 3、 え、もう返しましたよ。答えは2番、いいですよ、どうぞ。9番、誕生日おめでとう。1、こちらこそ。2、ありがとう。3、どうぞよろしく。答えは2番、ありがとう。10番、明日私休みますからよろしく。1、はい、わかりました。2、休みたいですね。3、まだわかりません。答えは1番、はい、わかりました。11番、とてもいいネクタイですね。1、おめでとうございます。2、ごちそうさまでした。3、ありがとうございます。答えは3番、ありがとうございます。12番、仕事忙しいですか？1、
やることがたくさんありますから。2、毎日少しずつやりましょう。3、日曜日は学校に行きますよ。答えは1番、やることがたくさんありますから。13番、コーヒーもう一杯どうですか。1、あ、もう結構です。2、多分いらないでしょう。3、お腹が空きました。答えは1番、あ、もう結構です。14番、ゆっくり話してくださいませんか。1、もっと早く行きましょう。2、あ、早かったですか、すみません。3、それは初めて聞きました。答えは2番、あ、早かったですか、すみません。15番、あ、今日はゴミを出さないでください。1、すみません、間違えました。2、今日は15日ですよ。3、昨日はすみませんでした。答えは1番、すみません、間違えました。16番、すみません、借りた傘忘れました。1、まだ覚えていましたよ。2、もういらないからいいですよ。3、もう忘れましょう。答えは2番、もういらないからいいですよ。17番、今朝は寒いですね。1、大変ではありません。2、多分できます。3、本当に。答えは3番、本当に。18番、明日映画に行きませんか。1、いいですね、行きましょう。2、はい、行きませんでした。3、楽しかったですね。答えは1番、いいですね、行きましょう。19番、鍵はどなたに返しますか。1、日曜日に返してください。2、図書館に返してください。3、佐藤先生に返してください。答えは3番、佐藤先生に返してください。20番、このセーターどうかな。1、もっと大きいのがいいよ。2、シャツがいいですね。3、暖かくなりましたね。答えは1番、もっと大きいのがいいよ。21番、一緒に晩ご飯を食べましょう。1、すみません、今日はちょっと。2、さあ、よくわかりません。3、あまりおいしくありませんね。答えは1番、すみません、今日はちょっと。22番、何時の電車に乗りますか。1、3時間かかります。2、9時35分の電車です。3、東京に行く電車です。答えは2番、9時35分の電車です。23番、
忙しくてゆっくり休めないよ。1. 忙しいのはいいことですよ。 2. 早く良くなるといいですね。 3. 日曜日も出かけます。答えは1番、忙しいのはいいことですよ。24番、すみません、来週の土曜日はちょっと。1. たくさんあるから大丈夫ですよ。 2. そうですか、じゃあまた次の時に。 3. 土曜日が早く来るといいですね。答えは2番、そうですか、じゃあまた次の時に。25番、もっと遅い飛行機にしようよ。 1. うん、そうしよう。 2. はい、先に行っていいですよ。 3. うん、早く行きたいね。答えは1番、うん、そうしよう。これで日本語能力試験 N5 予想問題集を終わります。